巨人、原監督、アクシデントがあった。原監督は、アクシデントがあった。明日以降の様子を見る。と明かした。大事ではない感じかとあれ、と思います。守備につこうとしていたから。と語った。怪我した模様。おっさんボロボロで草。魚カスイライラ発狂。夏場まで持ちそうですか？なお試合には勝つ模様。最下位ですけど。あんま打ってないし朗報やろ。いない方が勝てるやろ。最近ようやく上がってきたけど坂本の影に隠れてずっと足引っ張ってたやろこいつ。坂本と丸下がったら勝つからな。あーらもわかったやろ。下半身に違和感か。これからは中山お声が切り込み隊長や。やめてくれんか。立浪が対抗しちゃうやん。中日は誰が壊れるんや。周平やな。ええやんか。せっかくの機会やし一回スパッと落とした方がええんちゃうか。最近上げてきてたのに。なお丸の代わりは長野の模様。お声も確変終わったやろ。こうやってベテランが消えていけば若手の打席増えていくやろ。もう終わりだよこのチーム。若手育成しなかった結果がこれ。守備ついてたやん。巨人終わったやん。中日といい勝負できそうやん。今日には最下位脱出か。ご視聴ありがとうございました。